では簡単に可愛くできる編み下ろしの解説動画を撮っていきたいと思います。お人形さんの左目上がったところを分け目取っていただいて、奥行きだいたい 3,4 センチぐらいのところから耳の方に向けて縦に割っていきます。で、耳の前後で髪の毛を分けてください。で、後ろの方は使わないので後ろにまとめて留めておきます。左サイドをチェーン編み込みで編んでいきたいと思います。3本に分けたら、まず顔側の毛が上から真ん中に入るようにしていきます。で、次にここに後ろに2本の毛があるんですが、そこを合わせて2つ一緒、2個1を作ります。3本目の毛を顔側から拾ってきます。上から入れてあげます。上から真ん中で、次2本一緒になった毛をそのまま上から真ん中に入れます。で、またこの顔側の毛を後ろに合わせて2個1を作ります。これを繰り返して編んでいきます。手が頭から離れないように編んでいきましょう。ちょっと手の位置を頭に沿わせて、頭の丸みに沿わせて編んでいくことが大事です。耳の上まで拾ってきたら、チェーン編みの部分は終わりです。ここから三つ編みを行っていきます。後ろに回した時に真ん中を超えるところまで編んでいきます。それでは片方の髪の毛を編めたので、ここの編み目をふわふわに引き出していきたいと思います。毛の流れですが、根元から毛先の方に生えてますね。その毛に逆らって戻すように引き出していきます。毛のだいたい 2,3 本ぐらいをつまむようにして逆らって引っ張っていきます。すべての編み目から引っ張り出しましょう。それでは右サイドを編んでいきます。奥行き 3,4 センチぐらいのところを耳の後ろ側に引っ張って下ろして、後ろの毛を分け取って留めていきます。前に垂れた毛から編んでいきますね。で、毛の拾う幅はだいたい 1,2 センチぐらいで、そんなに細かくなくて大丈夫です。毛束を取ったら3つに分けますね。で、顔側がスタートなので、先ほどの左サイドと左右が逆になります。顔側が上から真ん中、次後ろの方が上から真ん中、また顔側が上から真ん中で、後ろの方に来たので2つ一緒にまとめます。コーム使ってもらっても大丈夫です。スライスを取って中指に滑らすように入れていくと勝手に上から真ん中に入りますね。でも初めてで難しい方は今まで通り指でやっていきましょう。それでは両サイド編み込みが終わったので、真ん中で合わせてくるりんぱをしていきます。少し下がった下の位置でくくっていきましょう。普通の輪ゴムで大丈夫なので、100均のものとかで大丈夫です。で、隙間にくるりんぱを通して、で、先を持って締めていきます。それでは下の部分をくるりんぱの毛も入れて三つ編みしていきます。この時に一工夫入れますね。外側に毛束をねじってボリュームを出していきます。そして編んだ一つ上の毛束から引き出します。根元の方に引っ張ってください。下の方まで編めたら、3本を1つにまとめて、コームを先から根元に逆なでするようにして逆毛を立てて毛先を絡ませて留めていきます。編み込む部分は終了したんですけども、最後にバランスを取るために後頭部に膨らみをつけていきます。根元の方に戻していくように、先の方から根元側に引っ張っていきますね。日本人絶壁さんも多いので、こういう風に最後にこの辺にボリュームをつけてあげると頭の形が綺麗に見えます。こちらで完成です。飾り付けをしてもらって、可愛いお写真撮ってくださいね。